はい、皆さん、こんにちは、こんにちは。来てくれてありがとう。呪術師見習い VTuber のセオリツです。今日は、サッカー日本代表戦キリンカップ日本対チュニジア戦を同時視聴していきたいと思います。Hello everyone, I'm Japanese social VTuber セオリツ。Today I'm gonna watch a football match. 日本対チュニジア。So please enjoy your time here. さあ、ということでご挨拶をしていきます。ユースケさん、キリンチャレンジカップ日本対チュニジア試合、日本勝ちましょう。イエーイ、勝ちましょう。カズマリノスさん、待機中。リープフラミルヒさん、待機中、ありがとう。読み上げちゃん、読み上げちゃん入れるの忘れてた。コンコンコン、エビザクラさん、待機ありがとう。ハルさん、ナイスパー。チュッチュー、先日のおねぎりちゃん1周年パーティー中はリアタイできなかったので、改めて試合前にお祝いを。おねぎりちゃん活動1周年おめでとうございます。2年目も我々狛江はおねぎりちゃんと一緒に歩みますので、おねぎりちゃんも変わらずりっちゃんと自負していただければ幸いです。あのですね、ということでです、今日実はもともとあったサムネイルにはもう一人りっちと、もう一人おねぎりの姿があったはずなんですけれども、本日残念ながらお姉ちゃんですね、ちょっと用事ができてしまいまして、本日のそうだよね、本日の同時視聴不参加となります。なので律一人になりますが、皆様一人だけど悲しまずに一緒に楽しもうぜ。エビザクラさん、ナイスパー。てて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 、ハルさん、ナイスパー、ナイスパー、ありがとう。帰宅するとき13度だったんですけど、こんにちは、こんばんは。カズマリノさん、こんにちは。寒いよね。お昼は結構あったかかったんだけどさ、自由中な激スにエコーかかってなくて、ハルさんかわいそうなんだろ。じゃあちょっともう一回エコーかけますね。ハルさん、ナイスパー、チュッチュー。どうでしょう、これでどうでしょうか。ハルさんも喜んでくれるはずだ。これでにっこりのはずだ。浦和サポさん、こんばんは。来てくれてありがとう。リッチさん、今早弁してるので少々お待ちください。それ正しい、正しかった。リッチ、夕飯食べてきました。この試合の前に、あ、今スタメンの、あ、ちょっと待って、一瞬スタメンのフォーメーション出てたけど、リツのやつと合ってるよね、一緒だよね。スタメンを見てリツはこれフォーメーションこうだろうなって、4231だろうなって作ったけど。ゆうまさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ゆうすけさん、こんばんは。来てくれてありがとう。えびさくらさん、こんにちは。来てくれてありがとう。ねえ、そうだよね。久保くんトップ下だよね、これは。この布陣は完全に久保くんトップ下である。見たかった。見たかった布陣である。まあ、完全に今日はさ、久保くんフルで使う気満々じゃない？はるさん、こんにちは。かずまりのさん、こんにちは。地球さん、こんにちは。太陽に会い、太陽さん、こんにちは。ピオちゃん、こんにちは。ね、古橋スタメンだったね。上田綺世かと思った。前回なんか途中から古橋使ってきたのは、今日スタメンで起用しようという、そういう伏線だったのかな。こんばんは。今日も勝つ。ニモラさん、コーン来てくれてありがとう。アートヒムズラッシュさん、こんにちは。そうだよね。そうだよね。チュッチューにエコーかかってなくて、ハルさんかわいそう。あれ、ちょっと待って、これトップチャットになってた。大丈夫、ちょっと読み飛ばしてる人がいたらごめんなさい。読み飛ばしてる人がいたら、もう一回、こんにちはしてください。みんなちゃんと挨拶できてた。白鷺ニアさん、こんにちは。来てくれてありがとう。合ってるよね。そうだよね、合ってるよね。どんな感じでしょうか、じただの猫さん、こんばんは。今日も勝つ。旗手の左ウィングね、旗手はさ、本当にどこでもできるからさ、そう、左ウィングもきっとやってくれるでしょう。今回さ、三笘もいないし、中村圭人も怪我しちゃったから、それで左ウィングどうするんよってなったけど、きっと旗手ならやってくれる。ダーマスさん、こんにちは。俺の谷口浅部かねえ。谷口もさ、スタメン来ると思ってたよね。
スタメン来るかなと思ったけど、やっぱあの板倉富安だったね。前回板倉富安で来たから、どっちかは休ませて、あ、谷口使ってくるんじゃないかなと思ったけど、いっちゃんの予想点数はどんな感じでしょうか。そう、チュニジアは前回ケイト選手ベンチには入ってます。あ、そうなんだ、中村ケイトベンチに入ってるんだ。あ、じゃあ大丈夫だったのかな。捻挫って言ってたよね。あんまりあの大きな怪我じゃ、大きな捻挫じゃ、足でやっちゃうからないことを祈りますね。結構なベース面だよね。リツの予想はですね、チュニジアにさ、前回日本が 3-0 で負けてるんですよ。だからさ、あんまりあの舐めてかかれないのかなと思ってるんだけど、あの今回さ、いつだっけ、一昨日だっけ、チュニジア対韓国、韓国製チュニジアがやった時に 4-0 でチュニジア負けてるんですよ。これはどういうことだと思って、今回のチュニジアはベストメンバーじゃないのかな。むしろ中村くず車椅子移動、それはそれでベンチに入れてる、どういうことなんだろう。まあでもどっちにしろなんか早く治るような怪我だと、あれいいな。松葉杖だよ、草。松葉杖なの、そんなになの。え、何、捻挫じゃなくて骨折とかだったってこと。 TVer で見てます。リツはフジテレビ系列、フジテレビで視聴してます。ということは TVer 勢はティーバ勢は、あの、もしかするとちょっとラグがあるかもしれない。奥抜き選手が後半から出るかも。あ、奥抜きベンチ入ってるんだ。体調不良だったって。大丈夫です。車椅子は新潟の帰りだね。あ、車椅子は新潟の帰りか。あ、そっかそっかそっか。そこからちょっと回復したかな。舐めてかかるとやられるけど、日本代表もメンバー。ああ、確かにそうだね。舐めてかかるとやられるけど。そうなんだよね。だからさ、なんか韓国に 4-0 でチュニジア負けてるからさ、何があったんです誰か韓国戦見た人いませんか。一体何があって韓国に 4-0 だったのっていう話なんだが、そんなにあの今回のチュニジアが強くないのか、韓国に対してちょっと舐めてかかったメンバーで行ってしまったのか、もしくは韓国が強かったのか、よくわかんないけど 4-0 っていう結果だったからさ、それでチュニジアはもう負けられねえぜって言ってガチガチで今日来るとしたら、相手も勝ってるので調子乗ってきたら勝てる。そうだよね。イガインが意外に活躍した。イガインが意外に活躍したもうね、親父ギャグなんだよな。ケイト選手は出てないと思います。奥抜き選手が後半から出るかも。奥抜きはあのインフルエンザ大丈夫だったんだ。今日は帯同してるんだね。本日は皆様気づいておりますでしょうか。ノエビアスタジアムで行われますこちらの試合なんですけれども、アイリツのサムネもノエビアスタジアムになっております。これいつ行った時のあれかな、神戸戦だったかな。そうジェバリはさ、ガンバのジェバリが、あっていうかね、あのですねこれチュニジアの方のさ、スタメンが分かっておりゃんのですけれども、もうチュニジア代表のスタメンって出ておりますか。なんかさ、チュニジアのフォーメーション 3-4-3 で来るだろうっていうのは昨日の段階でチュニジア監督が言ってたらしいんだけどさ、チュニジアの選手がこんばんは、まだ調べられてなくて、チュキンさんこんばんは、来てくれてありがとう。今日もあの代表戦を見ていきましょう。何かチュニジア時差ボケと体調不良だった。あ、そうなんだ。じゃあさ、あの時差ボケを直して今日はベストコンディションで来るとしたら、日本は舐めてかかれないよね。なんか前回大会っていうか、チャンクボ先発会。そうそう、チャンクボ先発ついに来たぞ。俺たちのチャンクボがミルアカが言うなら間違いないなミルアカ絶対説。頭を変に痛い頭痛のことだと思ってました。あ、リツはあのリツはハロー警報を、あ、謎の外国人マイクがハローハローって来る警報だと思ってました。ごめんなさい。同案って442のみで
インサイドハーフいけないのかな。堂安、まあ、今回呼ばれてないからね。442のインサイドハーフか。それもいけそうな気がするよね。イエヌさんこんにちは、来てくれてありがとう。まあでもなんか右、伊東純也か堂安かっていうそんなイメージじゃない。どっちかっていうと右に張る、古橋くん、ま、張る気がする。古橋くん、古橋前回なんだっけ、パーマだったっけ。チュニジアスタメン出てるけど英語だから自信が。あ、英語でも出てたら教えてほしい、教えてほしい。え、でも英語全然読めないよね。なんかあのアフリカ人の英語は全然わかんないよね。来月のアジア予選も何人は入れ替えると思います。入れ替える、入れ替えるでしょう。伊藤選手あたりは呼ばなくてもいいと思います。あ、確かに確かに、そうだね、確かに確かに。これで分かってる選手はもう呼ばない気がするよね。あ、出てきた。ちょっと待って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 、取られないから今見る赤で出てるよ。ドドドドドンと今日結果出さないと出てきましたね。と思うわ、スタメンが出てきた。あ、とりあえず日本代表のスタメンは OK だね。中村、中山今日も使ってきたね。中山、富安、板倉、ありがとう、ありがとう、助かる。ちょっとディスコを確認しに行きますね。あ、そうだ、何かおかしいと思ったらあのテレビのヘッドホンをつけてなかった。せめて1失点で耐えてくれわら。1失点で耐えてくれ。いや今日はさ失点したくないよ。失点したくないよ。ソースはいつもの里、無失点で行きたいよ。トミー怪我しないでね、赤いハートが。トミー怪我しないでね。あれ、ディスコードに送った。大好きだから送った送った。どう、どこに送った、あれどこじゃろうか。中山が大大大好きだから。あ、そうなんだ、そうなんだ。そう、中山はさ、もうちょっと使ってみて、なんだろう、もう少し経験を積ませたい感じだったよね、前回、前回のカナダ戦。雑談に来てん、あ、来てた来てた、あった、白鷺にゃーさんから。これが、あ、あれですね、ミルアカの、ミルアカチャンネルの画像ですね。あざす。助かる。あ、でもこれはきっと予想っぽいよね、ジェバリ。まあこれをまずは映しておくか。え、3バックなんだ、ミルアカの予想。あ、でも3バックか、343か。メリア、俺は古橋を信じてます。ダルビ、久保、今日のトップ下で結果出たら伊藤、三笘、久保のスタメン見られる未来もある。久保、今日のトップ下で結果出たら伊藤、三笘、久保のスタメン。そうだよね、それ見たいよね、伊藤、久保、三笘。古橋を信じてます。確かに前回はさ、カナダ選手一人もわからんね。そう、わからん。なんかさ、チャンネルで崇められるミルアカ草。いや、ミルアカ、もうミルアカ絶対絶対説。なんかさ、あのハンニバル選手、今リズのさところに出てるハンニバル選手、これこれ10番のハンニバル、メイプリ選手がマンチェスターユナイテッドの選手らしいよ。それしか知らない、いつもそれだけ、それだけ情報、極秘情報をゲットしてきた。しかしながら以上である。ちょっとテレビで、フジテレビでフォーメーション出してくれるのを待ってるかな、待とうかな。やっぱりハンニバルはマンユーです。そうだよね、ハンニバルはマンユーです。フックスさん、こんにちは、リチュー。さすが、さすが、桜、桜サプは言うことが違うな。メイブリはサブですね。サンキューです。そうなんだ、でサブなんだ、スタメンじゃないんだ。今期のマンユーは悪い意味でやばいぞ。じゃあマンユーだから、すごい選手ってわけじゃない、ないんだ。これとりあえずさ、佐藤のところはこれで信じていけますかね。ロームーダン、
あとじゃあ8分でこのミルアカのスタメンを映していこうと思います。ユニジアのボランチは左右逆みたいです。左右逆みたいです。本当だ。ライドゥニとスヒリ14と17サンキューです。ロムダン、ジェバリ、アーシュリ、全然違うな。コピーペースト。11番アシュリ、アシュリで3番、左サイドが、左サイドがこの人が23番のこれ25か。キャプーさん、チュニジアはアフリカだよね。キャプーさんこんにちは、来てくれてありがとう。チュニジアはアフリカですね。今日は日本代表対チュニジア代表の試合を同時視聴していきます。今ですね、ちょっとチュニジア代表のスタメンをね一生懸命映しております。アプリ全然わかんないね。一人もわからない。Android TV のバーは試合見れないからパソコン引っ張り出すの面倒いな。汗汗だよ。なさったら立中さん頼みですか。おきいす。わかった。立中のところにはいてくれるんだね。ありがてーありがてー。アプリでライドゥニ、スヒリ、ドレーガで、メリア、違うな、13番の選手だな。ハダディが3番か。メリアが、これがリオは慣れ親しんだノエスタでラストチャンスなんかな。13番。あーそうだね、今日は結果出してほしいですね。3番ハダディ。ゆったり同時視聴聞きつつうどんタイムズぞぞぎゃっかり。ハーダーディ、うどんタイムゆっくりしてってください。ハーダーディ、どやどやで1番アゼン。アゼン、アセン1番。よし、これでミルアカの名前難しいね。全然わかんないよね。しかもさ、合ってるかわからないしね。なんだろう、カタカナで書いてあっても違うことあるよね。さあこれで行ってみよう。どういうこと？どういうこと？井上マーサーはさ、何？どういう、試合を映してたの？もしかして井上マーカメラ。さあこちらですね、まもなくキックオフしようとしています。わあ、やっぱりノエビアスタジアムは見やすそう。よよよっと、よしよしよし、ようやくこちらも見る体勢が整いました。ずっと静止画でマーさん固まってる。マーさん固まってる。行ってみたいな。マーさん固まって、それは秘宝である。そう、ノエスタめっちゃいいよね。すっごい見やすい。なんかね、角度もすごくちょうどよくてさ、すごく見やすいですよ。サッカー専用だし。まもなく選手入場ですね。ジェバリだけは合ってる自信ある。同じく。ジェバリだけは合ってる自信がある。ジェバリだけは間違いない自信がある。アジア予選はいつからかな。いつからだっけ、アジア予選。もうすぐ始まるよね。1月か。ありがたい。あ、分かる人がいてくれる。このチャット欄とてもありがたい。綺麗やん。綺麗やんね。あのさ、こうやって
選手が入場する前にスタジアムが暗くなった時に、1月はアジアカップじゃないかしら、スマホのあのライトでフルフルしてさ、場内を明るくするのがすごい好き。スタジアムコレジー。1月はアジアカップか。え、じゃあもう11月から始まるのかな。なすぐ始まるよね。え、キリンカップが終わったらすぐアジア予選じゃんって。11.18 社ね。この前思った。あ、そうなんだ。綺麗だな。やっぱ11月だよね。早。来月もう。改めてこんばんは、勝ちましょう。こんばんは。浦和サポさん、改めてこんばんは。勝ちましょう。今日の遠藤は、今日の遠藤のマウスピースは青です。青です。そうそうそう、アジアカップもあるからね。来年は、まあ、代表戦はあのだから、あの親善試合は今日までで、もうすぐに公式戦来ちゃうからね。三つ差はなく、福ありと思ったより多かった。あ、確かに。結構ですね。あの選手と最近欧州組あるよね。過密日程になるな。ねえ、欧州組さ、チャンピオンズリーグだのさ、ヨーロッパリーグだのさ、あの自分ところのさリーグ戦だのさあるから大変だよね。あれユーロも来年だっけ？次はワールドカップ予選相手は見て。そう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 、今日の試合が終わると。ピオちゃん、ナイスメンバーシップありがとう。ちっちゃい中国のメンバーシップギフトを送りました。森田黒い森田黒いな。今日はザイオンもいるから。森田黒いな。 YBU さんにおがっち先生、ちょっと読み上げちゃうは切っときますね。ユーロ来年だよね。そうそうそう、もうユーロも始まるし、ヨーロッパ組は大忙しですよ。内面ありがとう。あ、間もなくあの君が代タイムですよ皆さん。今はチュニジアの国歌が流れております。とても陽気な国歌が流れております。ノルウェー負けてたんだ。浦和サポさん、日阪市へようこそ。チュッチュ。ねえ、確かにわかる。みんなさ、結構味があるというか、特徴があるよね。すごいノリノリである。おそらくチュニジアのサポーターさん、ノリノリである。ユーロ予選ではハーランド、腕ゴール要するノルウェーの敗退が決まりました。そうなんだ。はあ。そうなんだ。さあ、君が代が始まります。今日はフィンランド代表のユーロ予選。おお、頑張れ。ちー、君が代はちーよにさざれ石の岩となりて、苔の隣で、日本、拍手、これで、皆様この君が代でラグを測ってください。キーパーのザイオンも楽しみだね。ねえ、ザイオン楽しみだよね。そう。ザイオンと、今日はザイオンと、あと久保くんトップ下がとてもとても楽しみです。応援しなくちゃね。急に歌応援しなくちゃ。急に歌枠である。いや、この君が代も含めてサッカー枠でしょうよ。君が代を歌ってこそのサッカー枠でしょうよ。むしろこんばんは、今日はアベマでやってますか。クレミーさん
さんこんばんは、来てくれてありがとう。今日はアベマでやっているかどうか知ってる方いますか？実は分かりません。TVer では見ていますという情報はありました。だからネット回線税はTVer で見ればいいと思う。やってないらしい。 TVer で見ればいいよ。スタジアムに直接行ったりしてます。スタジアムに行ったりしてますよ。リツは FC 東京のちょっとガチめな FC 東京サポなので、FC 東京の年間チケットは持っておりますので、アジスタは通ってます。あとは近場ので見てます。関東圏のアウェーもなるべく行くようにしてました。ただですね、同時視聴始めてからは、ホームゲームしか行ってないわ。ある40秒くらいかな。ベビースターさんこんにちは、来てくれてありがとう。フィーバーそう、TVerです。 TVer 転生したらおにぎりになってたけんざムービー。アベマはテレビ朝日系だから今日はやってない。あ、そうなんだ。そうなんだ、そうなんだ。 TVer は40秒ぐらいラグがあるらしいです。40秒ラグがある方はちょっとキッズの配信をちょ遅めて今日は遅ちょっと合わせてみてください。あ、まもなくキックオフしそうですね。さあカウントアップの準備を始めていきます。そう、東京サポ、東京サポ、まあ、そんなそこまでではないんですけど、ちょっと ガチめなサポーターですね。さあ、ジェバリーに勝っていこう、今日は。この前さ、前回チュニジアに敗れた時はまだジェバリー、ガンバに来てなかったんだね。チュニジアのシステム。さあ、ここで試合開始です。日本ボールのキックオフで試合開始です。あ、逆だな。右にエンドを取っているのが日本代表で、左にエンドを取っているのがチュニジア代表です。チュニジアのシステムも気になりますな。ね、気になります。本当ですよ。さあ、いきなりチュニジアのゴールキーパー。おお、日本高い位置でボールを奪った。伊藤。早速、コーナーキックゲット。ちょっとチュニジア合ってんのかな、これ。一旦見てきます。とりあえず、ジェバリがいることだけは分かっている。さあ、そう、早速日本のコーナーキック、右からのコーナーキック、キッカーは久保くんです。ジェバリにとってほぼホームみたいな。おっしょ、おっしょ、いけー、ニアサイド、これはクリア。稲妻純也だ。確かに前回と同じ。ジェバリにとってほぼホームだよね。もうなんかさ、移動距離少ないよね日本人選手を合わせても、あ、ジェバリが最短距離なんじゃない、移動距離。あ、でもあれか、韓国とかにも行ってるから、それを考えると移動しているけど、日本代表より短い距離。そう、誰よりも短い距離。1分ラグがっかり。1分ラグあるんだ。さあ、日本最終ラインで中山ボールを回していきます。そこにチュニジアは結構高い位置からプレスをかけていく。日本代表最終ラインでボールを回していきます。チュニジアは最終ライン5枚が一列に並んでいる。さあ、そこに出せるか。左に大きく展開、これはちょっと長い、惜しい。旗手には通らない。いやー、なんか楽しすぎる久保くんトップ下がすごいワクワクすぎて。ジェバリ誰かに似てるなと思ったら浦和のホセカンテさんだ。あー、ユニ赤いからなおさら。なるほど、確かにユニ赤いからなおさら。さあ、ジェバリにボールが渡った。機種のふくらはぎはいいぞ。旗手のふくらはぎ、あー、わかる。ふくらはぎがいい選手いいよね、好きなのがわかる。さあ、ここで中山、左サイド中山、スルスルと上がっていきます。一旦戻す。それ言ったらリツさん、外国人はほぼ一緒にまみえるらしいよ。え？ということ？ああ、外国人はほぼ一緒に見える。
確かに。あ、これは伊藤純也には通らない。惜しい。今日は4敗分1で勝つ。じ4対1で勝つ。確かに。でもさ、ここまで大量得点なんかしすぎじゃないっていう気もするよね。こんなに得点取れまくってて大丈夫なのかなっていうかさ、ちょっとできすぎ感があるよね。まあでも日本は強くなった。中山から、あー惜しい。旗手には合わない。中山と旗手のコンビネーションがここまで 2,3 回出てるからさ、今日中に合わせてほしいですね。これでも左サイド毎試合失点してるよね。そうなんだよね、そうなんだよね。クリーンシートできっと勝ちたいと思うよね今日は。そうそうそう、あの板倉富安から変わった時に最終ラインどうやって守っていくかっていうのが、あとは森田じゃ、遠藤渡ると板倉富安が変わった時に、その辺のあのディフェンスの連携をどうするかっていうのがさ、きっと課題だと思うからさ、今日その辺を変えてくるかなと思ったけど、ガチガチできたね。ガチガチの板倉富安遠藤で使ってきたね。さあここでまた旗手には通らず、今日はさ結構旗手を狙ってきている。序盤からさあ高い位置から日本プレッシャーかけていきます。久保君のチームと当たった時どうなるか。ああそうだね、アジアのさ、犬種のチームとかきっといるからね。アジア予選でどこかでつまずいたらね。確かにアジア予選はさ、なんか結構 J1 のチームが J2 のドン引きのチームと戦うみたいなところがあったりするから、そこでどうやってこじ開けるかだよね。俺の谷口がいるぞ。お中村は控えに入っているけど練習参加したの。中村控えに入ってるけど、わかんない、どうなんだろう。さあチュニジア左から右にサイドチェンジ。ここで20番出たんじゃないかな。20番のドレーがタッチラインを割って日本ボールです。アジア予選はいつだっけ。アジア予選はね、あの11月18日から始まるらしいですね。ガン引きのチームはどこもきついからね。え、そうだよね、そここじ開けられる、こじ開ける戦術をどうするかっていうことだよね。格上ってことなんだけどね、こじ開ける方は。チュニジアのフォーメーションスタメンを出してほしい。さ日本また最終ラインから縦を狙っていきます。ここで遠藤渡る。おお痛そう。アルゼンチンすら目下のみで崩すし。メッシ、そう確かにメッシ頼みですよ、アルゼンチンも。まあでもそういう子がいると違うよね、堅守に対しては。やっぱこの力ですよ。さあ日本ボールで試合再開です。左サイド、おー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 、板倉、久保くん、菅原、あ、いいですね。菅原が切れ込んで中、古橋、衰えるんだろうあの感じ。あークリア、惜しい。メッシはまだまだいけそうだよね。おーナイス、ここでいいワンツー。あ、これは伊藤純也には通らない。今のところ日本が結構あのチュニジアのアタッキングサードまで入れてるから、ちょっと日本の優勢な時間になっていますが、まだシュートまではいかない。そしてチュニジアのスタメンは一向に出てきてくれない。これで合っているんだろうか。あ、出てきた。海外でも日本でも出てきた。バルサにレンタル復帰の話し合ったがどうなることやら。菅原いいな。好きな選手いますか。ですね、あの我が軍の FC 東京の選手で言いますと、あの3番ディフェンダー森重正人選手が好きです。何が好きかというと、あの結構ね足元が上手くて、グラウンダーの縦パスがとてもキレがあるところが好きです。
あと海外で言うと誰かな、すっごい古い選手になるんですけれども、前なんか YouTube で見た選手ですごく好きな選手がいて、オランダのファンバステン選手がすごいね好きです。いつの時代の方なんだろう。さあ前半8分が過ぎまして、おー危ない、チュニジアが日本のアタッキングサードに入ってきていましたが、これはクリア。点ってあのめちゃくちゃなゴールで有名なあの。そうめちゃくちゃな。タイプじゃなくてバスケなんだわら。めちゃくちゃなゴール。ね、そうあの YouTube でめちゃくちゃなゴール見て、すげえこの人ってなって好きになりました。すごいあのリアタイで見たかった選手ナンバーワンですね。あちょっとチュニジアの。フォーメーション確認しますね。ジェバリ、アシュリ、ロムダン、アプティ、スヒリライ、これ逆でしたね。クリンスマン監督がアジアでの戦い方を知らないからベトナムと試合決定させたら隠したすぎるだろって非難と驚き踊り地らしいよ、韓国。クリンスマン監督がアジアでの戦い方知らないからベトナムと試合決定させたら隠したすぎるだろって非難ゴーゴー。ああそうなんだ。イギータ、イギータ、あ、日本いけるか、あ、惜しい惜しかった、遠藤シュート、これはクリア。ボランチ間違ってました、すいません、泣き。ボランチ間違ってました、全然大丈夫です。大丈夫です。見る赤だと逆だったから、もしかすると逆かもしれない。このフジテレビの方が逆かもしれない。でも、合ってた。選手はみんな合ってたので良かったです。さあ日本また中央切れ込んで、これはチュニジアクリア。いやチュニジア結構さ最終ライン硬いですね、なかなか崩せない。前からそんなにプレッシャーには来ないんだけど最後の最後で硬い。これは結構さ堅守じゃない、堅守のチーム。さあタッチライン終わって日本ボールのスローインです。少しずつ実力上がってますね。そうなんだ。アジアと戦うなら前さベトナムに対してさ12点取ってなかったっけ、日本代表一昨年ぐらい。アジアと戦うの、そうだよね、オーストラリア。さあ古橋自分でいけるか、あっとこれは倒されてフリーキック、古橋倒されていい位置でフリーキックです。これ久保くん狙っていくのでは、後ろから来てたね。ザッダー、これは危ない。アフター古橋切れてますね。切れねえ、いいね、今日いいね、古橋気合入ってる。韓国これはちょっとカード出てもおかしくないぐらいのさアフターで足元買ってたね。韓国戦でもチュニジア守備硬かった。確かに守備が硬いけどさ、この守備1対1だと日本負けてないですね。今もさ古橋対チュニジアの選手で古橋早くてさ、さあ日本のフリーキックです。キッカーは菅原か久保くんかというところ。久保くん蹴るか、おーっと久保くん自分でいった、キーパーキャッチ。これは低い弾道でキーパー正面でした。おお、ねえ、そうだよね、神戸だからね、サインプレーだった。菅原が蹴るかと見せかけて久保くんでしたね。まあまあまあよしよし、ね、まあ日本最初のシュートではないですか。これは前半12分、チュニジア対日本0-0です。おーおーおお、さあチュニジア最終ラインでボールを回していきます。おお、これはチュニジアのミス、いいところで日本奪って、おおナイス、伊東純也
伊藤純也中央に入れた、惜しい、古橋には通らない、惜しかった。これ中2人いたからね、古橋と奥に久保くんもいたからどっちか合わせたかった。惜しい惜しい。日本のスローインです。まあ、でも日本のペースで今のところ13分前半試合が進んでいますね。さあまた遠藤から、あ、今日の遠藤さ、パスがダイレクトでパスがさ出せてとても良きじゃない。さあ旗手、旗手が切れ込んで、もう一度ワンツーで旗手、あ、狭い狭いところもさ、チュニジアの選手 1,2,3,4,5,6人6人で旗手を囲んでいたよそこでちょっと外側に出して、あ、旗手が囲まれているところでフリーな選手に出せたらチャンスになっていたけど、ここはクリアされました。さあ遠藤から久保くん一旦戻して、なんか今日の解説さんがさ、久保くんのことを久保くんって呼んでるのが可愛い。誰なんだろう今日の解説。さあ日本左、あ、右サイド一旦中央に戻して、トラップミドルプレスやばい、見る赤、トラップミドルプレスやどういうことトラップミドルプレスが日本の攻撃。さあまた日本取る、ボールを取る。チュニジアはさ前にボールがつなげない。久保くんはまだ最年少かな、久保くん最年少かな、最年少かな、あれ鈴木ザイオンは。さあ菅原、今日の解説は松井さんかな、あ、松井さんなんだ、え、めっちゃ落ち着いてるんだけどあ、松井さんか、あ、松木さんじゃなくて松井さんか、そっかそっかそっか、あんなんどいや本当だよね、実はあの1ミリもサッカーができないからさ、全てにおいてどうやったらできんねんだよ。解説牧野と松井ですね、あ、牧野と松井なんだね。じゃあどっちかが、松井さんが久保くんって言ってるんだ、すごい可愛い久保くんがトップ下で誰と合わせるかって言ってたね。マーキノ多分マキノだと、あ、マキノの方が久保くんって言ってたんだ。さあ日本最終ラインまでボールを戻します。ザイオンがさ初めて出てきた気がする。それだけ日本が攻め込めてるっていうことですよ今日は。まあ、まだあの攻めきれてる感じではないけどさ、ペースは掴んでいるのでは。さあ中央での奪い合い、どうするどうする、強い強い、おー、松井が久保君言うてる、あ、松井が久保君言ってるんだ。日本はい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 、マーキノってモノマネのことだと思うよ。マーキノってモノマネ？ねえ、ザイオンがでけえ。ザイオンの、あの活躍の場はまあ作らなくて、今日はなくてもいいけど、まあでもさ、ザイオンのなんだろう、プレーも見てみたい気はある。旗手2人がかりで囲んでいく。でも旗手強い。さあ外出していけるか、中山、なあ惜しい、これはキーパーキャッチ。いいところにボールが出てきたね。小っちゃい頃から見てるから君呼びかな。あー、そっかそっか、なんか富安も富安くんだったね今。久保くん、富安くん、おチュニジアのゴールキックは日本取れるじゃんそれはすごい。ジェバリがこの位置、ジェバリがたまらずこの位置ですよ。チュニジアの方はさ、全然縦のなんだろう、出しどころがない。あ、左サイド縦に上がろうというところで日本クリア。ここは遠藤、さすがの遠藤である。
さあチュニジアが最終ラインでボールを回していきます。今日はさ、日本のディフェンスラインとあと中盤の距離が近いですね。あ、見る赤で言ってたね。チュニジアキーパーすごいコンパクトな陣形にしたいと日本は思っているんだっていう、そのコンパクトさを見る赤で解説してて、そんなコンパクトにするの本当に強いチームしかできませんやんっていうコンパクトさを目指してた。チュニジアキーパー危うくバックパスをキャッチしようとしてた。本当に本当にちょっとキーパーさ、なんかちょっとやばいプレーしそうだよね。チュニジアさっきもさ、あのキーパーのゴールキックミスしてたしね、ミスして日本ボールになってたしね。おーっと、ここでまた日本ボールか。ポステコグルー監督と久保くんはまた一緒のチームになることあるか。ねえ、日本の中盤が強い、ほんと強い。全然さ、なんかこういう肩まものチームはカウンター全然なんかさ取られない。日本中盤森田と遠藤強い、こういう剣士のチームはカウンターに気をつけないと。あー、そっかそっか。ただなんか今までの19分の時間帯はそれほどカウンターを狙ってる感じもないよね、チュニジア。あ、今20番がちょっと前に飛び出そうとしてたけど、そこにボールも特に渡らない出ないし、ちょっとボール持った時に前の選手は飛び出そうっていう意識はあるんだけど、そこにボールを出さないっていう感じだからさ、そんなになんだろう、カウンターも今のところはね、日本ちゃんと封じてる感じがする。さあここで取りたい。仕事で遅れたけど見に来ました。ウエストラさん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。お仕事お疲れ様。そっか、7時半だとまだお仕事勢はお仕事してるよね。さあチュニジアはパスの出しどころを探していますが、一旦ゴールキーパーに戻す。これはどうする。古橋が追っていく。たまらずゴールキーパーキックです。あー、中山が痛そう。あー、顎に入ったね。あー、残業勢がね。ねえ、残業勢、肘が入ったね、顎に入った、痛そう。これはチュニジアのファール。肘入った。ね、肘痛そう。機種の名前あまりでないけど、左で崩すまでいけてない。あー、旗って、そう有給取ったわら。機種はまり効かないな。有給取った、それは正しいと思う。サッカー見るための有給は正しい。僕のザイオンで、そうそう、旗手がね、あの最初のね10分ぐらいさ、中山旗手で何回か崩そうとしてたんだけど、いまいち旗手にうまく渡ってなかった。なんだろう、旗手に渡らなかったというよりも、あのそもそも日本全体的にあの中盤で奪って前を向くはできるんだけど、そこからバイタルエリア、アタッキングサードのところまでなかなか攻め込めてないっていう、そんな感じがある。俺のザイオン出てて最高。ザイオンがまだ、でもありがたいことにまだザイオンもそんなに目立っていない。さあ日本また中盤でボールを回していきます。まあチュニジアもね、縦を探っておりますが、それは日本も同じことです。ああ、取られた、高い位置で取られた。もう一度取り返す日本。チュニジア、どっちにボールが収まるか。保持率の割に決定機作れてないよね。なあ、そうなんだよね。そうそうそう、最後の最後までは行かせてもらえないよね。なかなかね、ゴール前が硬いチュニジア。そして中盤での攻防です。10323さん、こんにちは、来てくれてありがとう。今日は日本代表対チュニジア代表の試合を同時視聴しています。日本代表は中南米と現在あの前半22分が過ぎて、両チーム得点なしです。よし、ここで日本右から上がっていきます。伊藤純也、そして久保君に入った。久保君シュート、あ、ファーサイド旗手のシュート。え、これはディフレクションあった。あ、
旗手外した？まあ今年の日本はここまで あ宇宙だった旗手、旗手フリーでシュート打ったけどこれはだいぶ宇宙だったリフレクションかと思うぐらいの宇宙だった。すかしたこれはあ今年の日本はここまで大量点で来てますから相手の対応も変わってきます。そうだね、確かに確かに相手もさ日本に対してすごい研究してきてるだろうね。これはこれはちょっと旗手力んだ。足じゃないから許してあげる。そっかそっかそっか、そうだね、左だった。よし、久しぶりに見た。がっかり。ねえ、これ左利きだったらっていう感じだね。ルパングさんこんにちは、来てくれてありがとう。さあ今度は、チュニジアがボール跳ねてたから。まあ旗手はこれからよ。そうですね、旗手はこれからよ。あのカナダ戦でめちゃめちゃいいスルーパスしてたしね、旗手。中は左足良くないね、右はいいんだけど。ああ、そっかそっか。まあ、利き足じゃないから難しいよね。両足で蹴りれるようになってほしいよね。クロス、チュニジアがクロス入れてきたけど、なんとかクリア。これは危なかった。いいクロスが入ってきました。チュニジア。ちょっとこの時間帯バタバタしている日本。よー、来た。いた。伊藤純也にボールが渡って伊藤純也切れ込んでいって、ペナルティーエリア内。一旦戻して遠藤、あっとこれは遠藤に対するファールはないの。違う、菅原だった。走り込んできてたの。これは良かったね、うん、これさ伊藤にパス出したの誰？めっちゃ興奮するわねえ。これこのパス出したの誰？今のパス誰？そう今のパス誰？すっごいえっくいパス出したよね伊藤純也に。やっぱり右は一球しな。旗手だったのこれ。やばそう、えぐー。いやこれで旗手今日左サイドってことか。いやー、今のはめちゃめちゃえぐかったね。さあ日本のスローインです。うわぁ。機種。旗手。さあ、ゴールラインを割って、チュニジアのゴールキック。うわぁ、ちょっとさ、旗手は今のパスが、サイドチェンジが見れたから、もう今日は旗手100点じゃないでしょうか。今のサイドチェンジのパスで旗手7点です。7得点。7得点っていうのは、旗手の、今日の、評価ね、評価7、評価 6.5。 そう、今日クボキュンがおります。そうですよ、今日はクボキュンがトップ下に入ってます。スタジアムですから。今日はあのノエビアスタジアムです、神戸。さあクロスを入れてくるザイオン、キャッチナイス。いいですねザイオン落ち着いてキャッチだ。ここパンチングしないでちゃんとキャッチするっていうのが素晴らしいと思う。ザイオン21歳だって。ってことは久保くんよりも下では。さあ日本ボールでボールを回していきます。最終ラインさっきのパスせいで見るだけでお金が。いやほんとそれ、ほんとそれだよね。さっきのパスを見ただけでさ、チケット代ゲットだよね。いやー、それあれは生で見たかったな。あ、久保22な気がする。宇宙プラスサイドチェンジで 6.5。 そう。宇宙プラスサイドチェンジ 6.5。 確かに宇宙がなければ7だった。そう宇宙プラスサイドチェンジで 6.5、 間違いない。点が入らなかったとしてもあのパスが見れただけで本当にチケット代払っただけの価値あるよね。さあ日本、中山から旗手中央に出して一旦戻す。チュニジアは
こうラインググッと上げてはくるけど、そんなにハイプレスで来るようなチームではないですね。40秒遅れてるんだ、悲しい。あ、でも大丈夫です、大丈夫です。さあ菅原がドリブルで切れ込んで伊東純也、一旦戻す。ここから前を向きたいんですけれども、硬いんだよな、出しどころがないよね。前線3枚がさ、前3枚がなかなかちょっとねボール受けられない。さあ久保くん、およし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 、古橋自分で行く、自分で行って、でも3人に囲まれてるいやー古橋シュート打ってもこれはね、さすがにあのクリアされちゃいますよ。さあチュニジアが繋いでいきます。守備固いな、古橋ね、守備固いよね。古橋自分で取り返す。さあこれ取った瞬間にさあ前を向いて速攻していきたいよね、この硬いところに。ああ、また取られる、中央で取られる。もう旗手が中に入れたボールはこれまたチュニジアのディフェンスに取られます。ガッチガチだよね、ほんとそれ硬い。さあチュニジアボールです。中央から右ドレーガー、一旦戻す。17番スヒリ、あ、やっぱりさ、代表での活躍ないから焦るのわかるけど周り使ってほしい。やっぱりこれ逆だね、17と14が逆。スヒリがこっちでライドニがこっちにいるね。古橋代表の活躍ないから、周り使ってほしい。あー確かに自分でちょっとね、そうだね、自分でちょっとゴリゴリいっちゃってる感あるね、ここまでの時間帯。確かにそれを言うとさ、前回の浅野はすごかったね。中島、南野、堂安の2列目もまた見たい。ボランチ合ってた、そう合ってた。そういうフジテレビの方が間違ってた。さあ今度は日本ボールです。旗手、おお、押された。一旦戻す。さあ今度は右サイドを使っていきます日本。この辺はさ、ハーフウェイラインのあたりはそんなにチュニジアもねプレッシャーかけて取りに来ないよね。古橋の切り返しはすごくないわけではないんだけど、あのチュニジアの守りが硬すぎる。なんだろうね、古橋が一人で切れ込んでいっても3人がかりで守ってくるからそこをねちょっと周りにいるフリーな選手を使って、なんだろう、崩すっていうことをやっていかないと崩れないんじゃないかなっていう、そんな感じがする。さあ日本また最終ラインでボールを回しています。いや、ここまでの時間チュニジア硬い最後が本当に硬い。アタッキングサードぐらいまではさ、いけるんだけど、結構楽、なんなら結構楽にいけるんだけどね。ターンはかなりキレキレだった。1回目のフリーキックの時のターン、確かに有効に働いてないそうなんだよね、切れ返しても3人がかりだからさ、誰かしらはディフェンスについてるっていうね、古橋の切り返し。そうフリーな選手が多分ね周りにもっといるんだけど、そこまでね視野が広くなったらフリーな選手使えると思うんだよね。さあ古橋に入った、一旦戻す。よし、いけるか、おー、ナイス。おっ、あー、キーパーが出てるから今のうちに入れたいのに。わー、惜しい。もう一回日本ボール、久保くんが取りました。久保くん切れ込んでいて、惜しかった。これは惜しい。さあ遠藤、やっかり、惜しかった。これは今の押し込みたかったね。書き出された。伊藤純也と古橋がちょっと重なっちゃった感じもあったから、うまく合わなかったんだけど、でもどっちか、よし、ここでまた
久保くん、久保くんが倒されたけどファールはないかな。背中に目あったレベルだったけど3人で囲まれるとさすがに、そうそうそう3人で囲まれてたからさ、さすがにちょっと出そうとしても無理だったってことか。そういうことか。さあ日本も2人がかりでチュニジアからボールを取りに行きます。スマイル、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。これ最終予選のガッチガチに守るの対戦相手としては本当にいい相手だね。怖い。チュニジア29位なんだ、思ったより高かった。すいません、リクさん大竹夫、ちょっとなんかさ、どん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 ってママ、どん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 って音がしたからさ、なんかあったかなと思ったけど、でちょっと外に、部屋の外に出て、部屋の外に出てみたんだけど誰もいなかったから、多分リツに対してガンガンしたんじゃなくて、ただ単にママが何かしてしまったんじゃないかと思う。率がうるさすぎて、うるさすぎてゴンゴン来たのかなと思ったんだけど、そうそう、怖怖あの背負けで、ちょっと背負けの事情をここで少しだけお話ししときますと、あのちょっとね、率はあんまり、そうそうそう、親フラ、ちょっとあのママがどんがらがっしゃん、そう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 、背負けですね、あのちょっと実家住まいなもので、あまり大きな声を出して、大声を出してちょっと配信をしてしまいますと、ママが、どん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 って、あの扉を叩いて、ちょっとうるさいから静かにしろって来るんですよそれで今ねなんか外で、部屋の外でドドンって音がして、はっ、ママ来たんじゃないと思って行ったんだけど、あの廊下に誰もいなかったから、多分ね、あのリツに対して何か言いたいことがあってドドンしたのではなく、ママが自ら何かを落としちゃったか何かして大きな音が鳴っただけだと思います。控えめ応援にします。そうしましょう、そうしましょう、レイコちゃんかもよ、控えめ応援にしましょう。聞こえるレベルでしたからね、そうだよね、あ、聞こえてた、どんどん聞こえた、そうだよね。さあ久保くんが左サイドからクロス上げて、遠藤氏惜しい。ちょっとなんかフォーメーション変えてきた日本。久保くんが左に来た、左に流れた。そうなんですよ。そうなんですよ。代表、これ久保くんがクロス、左から切れ込んでクロス、これは取られる。皆さんこんにちは、こんにちは、来てくれてありがとう。いやー、すっごい変な汗かいた。こんにちは。変な汗かいたじゃん。怖。きなこにファン定食さん、こんにちは、来てくれてありがとう。はあ、すごいドキドキした、今日一ドキドキしたさっきの旗手のあのサイドチェンジがかき消されるぐらいドキドキした間に合った。今前半36分過ぎまして、日本対チュニジアまだスコアレスです。試合よりもドキドキわら、そうそうそう、試合よりもドキドキしちゃった。ちょっと久保くんがあのサイドに流れて躍動してきたね。 1-0 で日本勝利予想ね、なんかそれくらいのさ、今日はじりじりした試合展開あるかもね。そろそろ欲しい。確かになんか攻めてるからさ、そろそろチャンス欲しいよね。なんか決定的なチャンスも今のところまだないよね、日本。さあ久保くんから左サイド中山、そしてクロスダイレクトで上げたのは、これはクリア。
これはスローインかな、ゴールラインは割ってない、タッチラインを割って日本のスローインです。ここまで攻めて決定機には寂しい。そうなんだよね、なかなか硬い硬い、あの J2 の引いて守ってるチームみたいの見てるみたいな感じがする。あ、なんかチュニジアの選手が一人痛んでますね。あー、久保くんの久保くんのパスが当たったんだ。これは痛そうこれはもう頭に直撃だった。これは痛そう。さあ日本ボールです。最終ラインでボールを回していきます日本。いやー、前半のうちになんとかこじ開けたい。いきなり TK とかで点が入ってそこから、いや、それもある、それもある。首ぐきってなってる、ぐきってなったよね。さあさあ、また右左サイドから日本攻めていきます。タッチライン割って日本の青がいくら点を取っても森田がファーストチョイスだな。日本のスローインです。日本の秘密系兵器岩田の後藤投入してたなえ、今日の1点は本まで入る。ねえ、これでかいよね。今日の1点目がどちらに入るかですよ。これでさ、チュニジアに1点目が入っちゃったら、さらにドンビーってさ、守りをガチガチに固めてきて、もう全然こじ開けられることができずに日本は負けもありえるよね。なので1点は絶対に渡したくない。さあ、ここで森田に対して後ろから行ったけどファールはない。おお、日本も高い位置で2人がかりで取りに行く。あ、まだタッチライン割ってない。旗手からクロス、おお、いけるかいけるか、抜けた。あ、惜しい。伊東純也には渡らず、惜しかった。森田めっちゃ聞いてる。確かに森田めっちゃいいね。今日いい練習相手だ。森田さんやるね。あー、確かに今までで一番、なんだろう、練習相手としてはすごい手応えがあるというかさ、こんにちはです、崩しがいがあるというか。ロカさん、こんにちは、来てくれてありがとう。今日はですね、キリンチャレンジカップ日本代表対チュニジア代表の試合を同時視聴しています。今前半40分を過ぎて 0-0 のスコアレスです。さあ、また左サイド中山。向こうの25番ラグビー選手でもやってんの、ムキムキすぎない。25番今までのチーム守備がバガバやったからね確かに、そう守備ガッバガバだったよね確かに。なんかカナダはさ、前半戦結構ハイプレスで来てたんだけど、あの2点ぐらい取られてからすごいやる気なくなってたしねさあ、ここで旗手です。旗手から中央、よし、あー、古橋には通らない。硬いな。これはもんもんとする展開時、代表のみんなの古橋の出だし見てあげて。右サイドで見たくなってきた。確かに、そう、古橋よく狙ってるよね。カナダより全然いいチーム。確かにフランスに勝ったかわからんなんでドイツがフランスに勝ったかわからん。それは試合見てないからいつもわからん。旗手はよく古橋見てる。カナダ戦はね、さっきもさ、古橋に出してたよね。それが通っていれば古橋チャンスだった。海江さん、こんにちは、来てくれてありがとう。ミュラーしてたからやねミュラーしてたミュラーが完全なんか、あ、日本戦の話だけどさ、実はフランス戦見てないからわかんないんだけど、日本戦はなんだろう、棒だったよね、棒立ち。なんでミュラースタメンじゃないんだろうって思ったら、あんまり動きが良くなかったからだったのかっていうのが分かった。牛丼も牛丼してた。そうそんな感じだ。牛丼が牛丼していた。カナダ戦はあの大迫がいたから勝てた、ぎゃっかり。やっぱりね、大迫が半端なかったからね。W やる気なかったよね、わら。ねえ、そうやる気なかったよね。ミュラーが入った時すでにやる気なかった感があったよね。さあ日本、森田いいところでもらって縦に出す。
おーっと、これは、また4人囲まれるが、旗手中央で取って、おーっと、いけた、古橋いけ、よっしゃー、古橋決めたー。これはオフサイドないよね。めっちゃうまい、めっちゃ、こういう、旗手じゃない、これはさ、これは立役者旗手じゃない、やっぱ、旗手がさ、4人囲んで、4人を引き連れて、そしてフリーになった古橋に、1人抜け出した古橋にさ、絶妙なボールを出して、そして古橋決めたっていう。やべえ。そうだね、森田うまかったね。まず森田がここでさ、ちゃんと自分で取って、で、これで、久保くんがちゃんと潰れて、旗手がさ、ほら、4人に囲まれて、そしてそう、旗手すごいよね。4人を引き連れてさ、そして古橋のマークを外して、古橋にパスを出したっていう。その旗手がすごいと思った。あ、でも全員すごかった。今のは全員すごかった。森田からの、久保くんからの、旗手からの古橋ですよ。やべえ。これはやばい。これはなんだろう。ワクワクが止まらない展開ですね。森田 MOM だな。MOM だ、本当だよね。ナイス。なんか率的には旗手なんだけど、今の。ここから乗ってけよ。今の一連の攻撃でさ、一番なんだろう。部屋でガッツポーズしてしまったスマイル。古橋やっとキュンキュンさの旗手なんだけど。古橋結果出したね。久保くん、あー、確かに。久保くんがあそこでさ、潰れなかったのが大きい。確かにそれはある。久保がやべえ。確かにそうだね。きちんと決めた古橋もよかった。ちょっと全員待って、全員 MOM でいいのでは。ここは全員 MOM でいいのでは。この一連の流れが MOM。いや、いいもの見た。ちょっとさ、今日ノエスタに行った民は、3試合分ぐらいのチケット代払っていいんじゃない？ああ、いいな。これは生で見たかった。めちゃめちゃ楽しそう。パチュンゴール競合聞いたわ。パチュンゴール競合。これ？セルティックコンビなき。イヤーガンプクガンツアー。あー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 。クボってムキムキには見えるけど意外と体重軽い。これがパチュンゴール競合ですか？ボってムキムキに見えるけど意外と体重軽い。ああそうなんだ。離したら点が入ってた。そう点やばかったわ。そしてアディショナルタイムは2分ですね。久保くんはさ、東京から海外に行ってめちゃめちゃムキムキになったよね。すごい、もっともっと華奢だったんだけどさ、1年ですムキムキになって帰ってきてびっくりした。それは間じゃないっすかね。古橋のちゃんとのこと言ってたんやけどもそう、古橋のちゃんとなんだろうなって分かったんだけど、古橋のちゃんとのメロディーが分からなかった。さあ、ここでチュニジアが右サイドからジェバリ切れ込んで、これはしっかり抑えた。冨安取れたらやる気を出せるんだけど、さすがにないか。あー、そうだね。アディショナルタイムで追加点と言っても、もうあと1分切ってますね。前世紀のバルサみたいだったわ。ねえ、めちゃめちゃ良かったよね、今の。ほんと特定エグかった。全部良かった。すべてが良かった。しかもさ、全部中央から崩してったのやばくない？サイドから崩せばよく見る。さあ、これは右からのコーナーキック、チュニジア、メッシよりクリア。キログラムくらい軽い身長を少しメッシより高いのに。そうなんだ。さあ、ザイオンがしっかりキャッチ。ナイス。メロディー分からんから、四つ目に聞いてください。分かりました。いや、ザイオンも安定感がありますね。なんかザイオンここまでめっちゃごつくなってない。ね、めっちゃごつくなっててびっくりした。ザイオンがめちゃめちゃ日本人離れした体つきになっててびっくりした。さあ、ここでハーフタイムです。前半終了。うおー、いやー、チュニジアがさ、前半で1点決められてよかった。本当だよね。ご飯食べてきます。バイバイ。いってらっしゃい、いってらっしゃい。チュニジアが硬かったからさ、硬かったからさ、これはもう本当に1点の攻防かなと思ったけど、なかなか1点取れないだろうなと思ったけど、取れたね。取れちゃったね。その1点の取り方がえぐかったね。ね、ナイス前半だった。よかった。
ちょっとさ、あの一回ママのところに行って何があったか聞いてきますね。ちょっといいですか。ちょっと行ってきまーす。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。コミュニケーション大事てらっしゃい。チラピース。みんなリツさん帰ってくるまでにコメント大爆発させようぜ。野賀駆逐。フェイスファシュシャタングアウト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 。セラマットマラム、また会えて嬉しいです。応援しているクラブが来年の新卒加入内定がすでに9人で、そんなにとって大丈夫かとなってます。悲しそう顔してる率逆狩り。飲むアサイーと鉄火丼どっちにしよう。日本代表強いなースマイル。新卒取りすぎでは。大丈夫。ただいまー。ただいま、ただいまー。ただいまー。おかえりっちゃスマイル。おかえりなさい。なんかね、鉄火丼食べたくなっちゃう。鉄火丼なんかね、おかえり、なんかね、おかえりスマイル。あのね、あのね、おかえりおかえり、マグカップを落としたって。チアは守っておきました。ニコニコだ。あ、チア守っておきました。ありがとう、よかった。チア、チアは守られた。何何じ。なんかね、あのちょっとごつめのマグカップが落ちた音だったらしい。うるさかった、ごめんねって言ったら、ええ、なに、全然うるさくないよって言われて、なんかゴコンと音がしたからって言ったら、あのマグカップを落としちゃったからかなって言ってた。ちょうどあのリツの部屋の真上あたりで落としてたっぽい。だからなんかあの扉を叩く音ではなく、上でマグカップを落とした音でした。新卒取りすぎでは。日本代表強いな。だったのかわら。そう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 、上からだった。怪我なかった、大丈夫だった。割れてはないのね。そうそう、割れてはいなかった。そう、結構ごつめなマグカップで、強いマグカップだから。つけてなきね、本当だよね。
なんかね、あのスカートに引っかかっちゃったんだって。それで落ちて、おーってなったらしいよ。よかったほら、確かに確かに、いい試合だと思うね。えすごいいい試合ですよ。さあそういうことで、何時に終わったんだっけ。ちょっともうさっきさ終わった途端に、あママのところに行かなきゃっていうのが心配すぎて、何時に終わったのか全然見てなかった。もうすぐ終わるかな、ハーフタイム。強いマグカップ全金属製厚さ1インチ。まあでもそんな感じ、金属製とは言わないけど結構ね強いマグカップだった。なので大丈夫でした配信がうるさくてママが冷えて、突であの強制終了の流れではありませんでした。日本にとっていい試合になってる。読売ヴェルディ川崎のマグカップでうがい？え、何それ、読売ヴェルディ川崎のマグカップ、強いマグカップがあるの。とりあえず点取れて何より本当だよね。いやこの1点大きいですよ。1点取れたの大きいですよ。チュニジアはアフリカ勢の中で決して弱くなく強い方の国なのに、日本にとっていい試合になる。そうだよね。なんかさ、前回のカナダ戦はあのカナダは40何位とかだったらしいんだけど、チュニジアは20何位こんばんはちょっとうろ覚えで申し訳ないですけれども、チュニジアの方がねカナダよりも格上だから、なので強いですよ。ヨウさんこんばんは、来てくれてありがとう。29なんだ、助かる。今日はですね、キリンチャレンジカップ日本代表対チュニジア代表の試合を同時視聴しています。今ハーフタイム中で、トラップした瞬間のチュニジアのラインみたいな、見たくない。昔ベルギーが川崎にいた時に配っていた古橋のトラップした瞬間のチュニジアのライン見たい、見たくない。ライン見たい、どういうこと。昔ベルディが川崎にいた時に配ってた。へえー、そうなんだ何強マグカップ配ってたの。後半ですね、カナダは44、そうそうそう44。なのであ、カナダよりも古橋アウト、上田イン、格上の伊藤アウト、久保右、南野イン、森田アウト、伊藤イン、中山金に君アウト、橋岡イン、古橋選手ゴールです。古橋選手ゴールです。そうです、そうです。さらに強い相手は本当にいいシュミレレーションになると思う。古橋アウト、上田イン、伊藤アウト、久保右、南のイン、あー確かにね、そうだねそうだね、森田アウト、伊藤インで中山アウトの橋岡イン、そうありそう、めっちゃありそう谷口もいいんじゃない、谷口、板倉アウト、谷口イン、最終ラインの配置をスローで見たい。全然見れなかったんですけど、あーなるほど。いやあのね、1点目めちゃめちゃ良かった。あーそれまでは前半はね結構日本ペースで日本がボールを持つ時間帯が多くて日本ペースで進んではいたんですけれども、チュニジアのね守りがめちゃめちゃ硬くて、あの J2 のドン引きのチームと試合をする J1 かのような、それの代表級のディフェンスというね、チュニジアの守りで全然あのペナルティーエリアまで入り込めず、入り込んでもクリアされるという、全部網に引っかかってクリアされるっていう時間が40分ぐらい、これ前半の あったね、久保くんのフリーキック40分ぐらい続いていたんですけれども、あの最終的に森田が奪ったボールを久保くん、中央で久保くん受けて、それ旗手に渡して、旗手が3人4人ぐらいディフェンダー囲んで飛び出した古橋にスルーパスを出して古橋が決める、最後フィニッシュというそういう展開で日本 1-0 でリードで折り返しです。なるほど、やらせねえからがディフェンス、マジで鉄の意志。いやマジで鉄の意志だったよねうち旗手のうちあったね、旗手のうちもありましたね。いや旗手はこのうちプラスサイドチェンジプラス最後のアシストで7でいいんじゃん、7で松井が久保くんを取る、
まあ久保くん言ってるよね。そうそうそう、久保くんっていうのがとてもとても好感が持てる。リッツさん、影山さんぐらい総評うまいやん。本当にめっちゃ嬉しい。ちょっと影山ちゃんとあの比べられるのはとても申し訳ないんですけれどもそう言ってもらえるのはとても嬉しい。ちょっともう影山ちゃんはリツにとって雲の上の存在の方なので。カウンター型の割と強い国は結構苦手なイメージなので、あー確かにそうだよね。なんかアジア大会でもさ、そういうカウンター型のチームになんかワンチャンス決められてドン引かれて沈められるパターンあるからね。 J1 東京を迎え撃つ、 J2 熊本のような守備ですか。なるほど、それは全然違ったJ1 東京を迎え撃つ、 J2 熊本ではなかった。 J2 熊本はさ、ドン引かねえのよJ2 熊本はさ、前からのプレスえぐいのよそういうプレスのえぐいチームに東京弱いのよ。 J1 東京、ジョン・カビラが宇宙の時にはハタテって叫んでる。知らない言葉ですね。知らない言葉ですね。やっぱ古橋最終ラインめっちゃ似てる。本当にさ、熊本ほどドンビクという言葉が合わないチームないよね本当だよね。古橋最終ラインめっちゃ見てるな。あー見てた。ちょっとさ、今リプレイ見てなかった。そう、古橋さずっと狙ってたよね。逆に面食らった。ずっと狙ってたよね、あの飛び出し。だからさ、なんか古橋一瞬オフサイドなのかなと思ったけど、めっちゃ見てたからオフサイドなかった。 J2 熊本は J1 の上位に戦い方仕掛けてきたから逆に面食らった。わかる、すっごいわかる。ほんと自分たちの戦い方でさ、東京戦そして続く神戸戦を戦ってたよね。 J2 熊本やべえチームだったよ。実のところ最近 J2 は引いて守るチームは勝てない。あ、そうなんだ。へえ。あれ絶対トップした久保と相性いいと思う。思う。そうだよね。そう、久保くんもさ、あ、でもさ、古橋を狙ってるのはでも久保くんよりも旗手の方が狙ってなかった前半は。ずっとなんか旗手が古橋が飛び出したところに出したい感じで、なんだろう。位置をポジション取ってたっていうか、古橋を見てたっていうか、かなり変わってますよね、そんな気がする。3331なかなかお目にかかれない。そう、3331意味わかんなかった最初3バックで中盤も3で、え、そしてその前に3がいて最後に1、ってなった。カビラ氏はそう変わらず面白い。わかる、ジョン・カビラ氏面白い。カビラ J 氏じゃなくてジョン・カビラ氏なんだ今日。シワ縦が絞ってるのか。久保も右目のポジショニングしてる。あー、なるほどね。え、なんか途中から久保君左サイドに流れてきてから、そこからちょっとさ、なんかあのチュニジアの方のポジションが崩れて、あ、いい感じにならなかった。町田とヴェルディが J1 上がったら東京も盛り上がりそうっすね。ね、そうだよね。東京ダービーがさ、年に何回何回行われるん。あ、まもなく試合再開しそうです。ルヴァンカップ決勝。弟はテレ朝の中継の時だね。あー、なるほどですね。 J さんの方はテレ朝か。そっかそっか。テレ朝は GAC 富士はお兄ちゃんのジョン。なるほどね。そっかそっか、上田インか。本当だ、古橋に代わって上田イン。はい、ここで後半スタートです。古橋下がったのかね。そうだよね、上田が入ったってことは古橋が下がったということでしょう。エンドが変わってこれですかね。合ってる。最初というか、今日上田使ってくるかなと思ってたけど、古橋使ってきて、古橋がしっかり結果残したね。上田の方が好きじゃん。上田の動きも期待ね。そう、上田にも期待ですよ。本当ですよ。ここから上田がどんなプレーをしてくれるのかが。ドレーガーに代わって2番バレリー。
バレリー、これはバレリー選手はそのままドレーガー選手の位置に入ってんのかな。2番の選手、どこにいらっしゃいますか。今スローインした人、バーラグ30秒です。おお、30秒です。結構ラグあるね。森保ジャパン初期の頃から残っている2列目の選手は南野、伊藤、そうだね、南野、伊藤、堂安、長袖着てる。清水とベルギーと千葉が全部昇格するとオリジナル10の9チームが揃うらしい。オリジナル10の9チームが揃う。1枠取りそうだけど、あー、そっかそっか、清水とベルギーと千葉、みんなでもまだまだあの可能性あるよね。清水とベルギーと千葉、上田長袖着てる。上田長袖着てるっていうか、他の選手がみんなそういえば半袖だった。寒くないのかな。さあ、日本代表が今ボールを回していきますね。すごくコンパクトですねって言ってるけど、ほんとコンパクトですね。菅原、右から上がって菅原にボールが通った、ダイレクトで折り返し。これはちょっと浮いてしまったが、久保くんはうまく打ち切れない。さあ、また秋がくず、一気に冬が来た感じがする。また日本ボール。そうそうそう、冬が、もう冬だよね。秋がいなかった、どこにもいなかった。板倉すごいとこにいる。板倉どこにいた。これか。板倉めっちゃ高かったね。で、最後さ、シュート打とうとしてたの、板倉。人肌恋しい季節に。そうだね、人肌があった。おー、そしてこれで伊藤純也、伊藤が今度左に流れてる。久保くん右で、おーっと、シュート。あれ、久保くんが右に入った。日本のあの2列目どうなった。コロコロ。北海道雪降ってるんだ、それは寒いね。あー、でも伊藤戻ってきたから変わらないね。寒いのやだ、このまま春に突入。確かに。確かに秋どこって。目立たないけど菅原も素晴らしい仕事してるよね。そうそうそう、菅原はさっきからさ、あの縦の動きがえぐいよね。右サイドやっぱ菅原があの運動量多く動いてるから、それで伊藤がまた自由に動けるようになるよね。チュニジアのキーパーイケメン、見てなかった、チェックする。さあ、日本中央でボールを取った、取り返された。あっと、これはジェバリじゃないか、ジュリアシュリアシュリにトールが、しっかりと日本ザイオンが、危ない、ね、危なかった。これ危なかったね。この人が飛び出して、ザイオン、ナイス。ザイオンなんだ、デビュー。そうそうそう、今日のキーパーはザイオンですね。日本ボールのゴールキック、ザイオンがセットしています。うわー、お客さんいっぱいだ、いいな。さあ、ザイオンから最前線に、これは上田綺世には通らない。上田綺世はあポストにもなるんだ。あ、そんなに大きいような選手じゃない。あ、また今度はチュニジア、ジェバリが抜け出そうというところで、これは中山がしっかりとボールを取り返します。ザイオンすげーね、ザイオンすげー、なんかムッキムキになったよね、ザイオン。なかなかのムキムキで安定感がある。あ、これはナイス。さあ、久保くんから上田綺世、ファーサイド伊藤もいるよ、いけるか、どうだ、久保くんもいる。あー、惜しい。これはコーナーキックかな。
いやー上田良きですね。ここで抜け出したところに久保くんから上田綺世にパスが通って、久保くんも走り込んできてたけど、これは折り返しはできずにコーナーキックです。上田もキレてるな。ねえ、みんななんか代表出る人出る人みんなキレキレなんだが楽しすぎる。さあ左からのコーナーキックは菅原、これはサインプレー。後半も攻めてる。ねえ、攻めてる攻めてる。久保くん、久保くんの切れ込み、これはゴールキックです。日本オーレー、日本オーレー、オーレー。セットプレーで決まるの見たことない。さあ旗手のシュート、わあ、これは枠の外、惜しい。ミドルシュートいいですね。なんかさ、あのカナダ戦は田中碧が結構さ、ミドルシュート打ってたけど、今日はあんまりミドルシュート打つ選手いないなと思ってたけど、ここで旗手が打ってくれて嬉しかった。じゃがまたくん、こんにちは、来てくれてありがとう。そういや、この間足首やられたケイトくんどうなったんだろう。なんかベンチ入りしてるらしいよ。だからそんなに大事ではなかったと思いたい。さあチュニジア、サイドチェンジはできず、しっかりと日本、田中みたいなあの空気読まない感じでクリアです。そう、わかる空気読まない感じわかるそうそうそう、なんかさ、ファーサイドにフリーな選手いるのにあの走り込んできて自分で打っちゃう感じ。でもそれでしっかり決めてくる感じ、スコわかる。さあチュニジアが高い位置でボールを奪おうというところで、スローインです。この時間帯ちょっとチュニジアがボールを持ち始めてきましたね。さあ最終ラインでボールを回すチュニジア、あれ君なんでそこ走ってんのみたいな感じで決めちゃうそ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 ういたよっていう感じでさ、あー走り込んでた、決めたっていう感じで決めちゃう男、田中碧。さあチュニジアのサイドチェンジ、これは伊藤純也、伊藤純也がポンリーポンリーツリーポンはい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 、おツリーポン。あー伊藤純也にイエローカード、これはちょっと厳しくないか。ボールに行っていないでしょうかね。後ろから行ってて足裏を見せたっていう判断。むしろなんか日本にファールがもらえるシーンも見逃されてた気がするんだが、前やられたから、怒りのタックル怒りのタックルだったのか。さあここでチュニジアのフリーキックです。いい位置でのフリーキック、これはザイオンパンチング、ナイス。これはあのキーパー前に出たらちゃんと触るのセオリーができていて素晴らしい。ザイオンナイスパンチング、ねえナイスパンチングだった。今のイエローなんかねえ、そうそうそう、イエローなんか厳しい気がするよね。ボールに行ってたようにも見えた。さあチュニジア右から攻めていきます。立ち台割ってチュニジアのスローインです。後半から入った2番のバレリー、あ、ちゃんと後半してた確かにそうだね、そうだね、なんかさ今やりたいよね今ワールドカップしたい。3年後どうなってるか分かんないから。さあチュニジア左から上がっていく、ペナルティエリア内切れ込んできてクロス上げる、これはそのままゴールラインを割りますね。メンバーに東京の選手入れるとしたら誰、東京の選手入れるとしたら東京の選手を入れるとしたら左サイドにアダユートンでどうですか。この中にもしくはあの上田綺世の位置にディエゴ・オリビエラあー俵積みだか、確かに俵積みで入ったら楽しそう。スノニークやる、あー
スオビクか、確かに。じゃないよ、わら。確かにスオビク、それは間違いない。おナイスナイス、取れる取れる取れる。おー、森田森田強い、森田強い。うわー、あ、取られたけど、取られたけど、これ森田1点目を取った、森田の奪いですよ。外国人ばっかりやんがら。今のはファウルないんか。ねえ、今のはファウルじゃなかったらしい。さあ、この時間帯になってちょっとチュニジアもね、攻める姿勢が見えてきましたね。攻める姿勢が見えてきたけど、やっぱ日本のさ、日本選手の1対1が強すぎるんだよね。アダユートンならバレへんやろ。そう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 。アダと、あ、ディエゴでもバレないと思う。計算してみたらザイオン数字でもムキムキすぎて草。あ、そうなんだ。いや、もう見た感じムキムキだよね、ザイオン。さあ、日本ボールです。日本を静かさめようスマイル。アダユドンはバレるやろうわら。いや、アダバレないでしょ。さあ、久保くん取って、伊藤純也、あーっと、伊藤純也に合わない。最後、あ、久保くんから上田綺世で伊藤純也だった。また中央、中央、久保くん、これは2人に囲まれる。違った、旗手だった。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、本日は。あ、お姉ちゃん、いらっしゃい。中道、中道じゃないけど、の笛経験もしないとね。あー、そうだね。中東の笛は、やっぱまた違うからね。ファールの基準が違うからね、中東の笛は。お姉ちゃん、いらっしゃい。来てくれてありがとう。そう、バレない、バレない。ここに、あの、アダユートが入ってても、多分バレない。次誰変わるんだろう、伊藤か騎手かな。あー、誰だろうね。そう、伊藤がさ、カナダ戦でフル出場してるから、変わってくるかも、変えるかもしれないよね。さすがに2試合フル出場は、きつい気がする。さすがわら、一旦戻して、ザイオン。久保くん、うまっ。久保から伊藤純也が、うまっ、うまっ。上田綺世には収まらない。ただこれは、チュニジアのファールで日本のフリーキックです。大丈夫よ、デュフ。上空からパラシュートで鎌田が来る。鎌田来ちゃう。呼ばれてないけど入ってきちゃう。ヒールパス、ヒールパス。ねえ、ちょっとこれおしゃれすぎない？ヒールからのヒール。おしゃれ。ねえ、おしゃれすぎる。さあ、伊藤純也。あー、これクロスは、ゴールラインを割りますね。惜しい。代表フォワードは今までにないくらい少し高いレベルで競争しやすい。ねえ、めちゃめちゃ高いっしょ。上田を見てると、大阪見てる感じしてワクワクする。上田見てると若い大阪見てる感じでワクワクする。あー、そうなんだ。おしゃれすぎるスマイル。若い頃の大阪をちょっと、思い出せないや。お、取った、高い位置で、日本奪って森田。違う、遠藤。遠藤だった、今のは。すごい。すごい、この位置からハイプレスかける日本代表。さあ、久保くん、久保くん、いいところに落として、おっと、これは、ファールないか。ああ、これはファールなしで、タッチラインを割って日本のスローインです。うま。半端ないって自分で。これ、うまくない？このさ、久保くんの、あの、ヘッドでいい位置に落として、自分が扱いやすいところに落として走り込んでいく。半端ないって時代ね。あー、半端ない大阪。でもさ、今の今年の大阪もだいぶ半端なくない？滑らかすぎて違和感なかったわら。滑らかすぎた、本当だった。すごかったよね。いや、もうセルフスルーパス、自分が一番いいところにスペースに出す。おねぎり三強スタートからくれない。伊藤が金髪に。さあ、久保くん切れ込んで、自分で自ら行くか。あっと、これは自分で行きたかったか、久保くん。斜めに上田が走り込んだけど、自らそのまま打ち込もうとしたけど、クリアされてしまいましたね。惜しい。新大阪間違いない。
浅野と町田って言った？浅野と町田って言ってた。いやーちょっとさ、久保くんもここに来てまたエンジンかかってきたんじゃない？さ、これ浅野と町田って聞こえた。浅野と町田って聞こえた？え、リッツが浅野と町田って言ってた。自分で自分の発言がわからなくなる。チュニジアここまでシュートレレ。チュニジアここまでシュートレーかな。シュート打たせてない気がする。確かに。あ、違う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 、あのザイオンがささっき取ってたよ、キャッチしてなかったっけ。ザイオンがパンチングしたのと、あとはさ、あ違うか、あれはシュート打たないでザイオンが飛び出していったのか。さあまた久保くん、そして斜めに走り出してる上田、上田と中ファーサイド伊藤もいるよ。さあキーパー出てる、出てるところで久保くんを通り越して菅原取ってシュート。惜しい惜しい、菅原のシュートはわずかに左、惜しい惜しい、惜しかったね。これはこれめちゃめちゃ良かったね。なんだこれ。ここでここでさ、上田綺世もさ、ちゃんとちゃんとこらえるこらえる、そして菅原のシュート、あーこれは枠に飛ばしたかったな。抑えた、いいシュートだったけどね、枠に飛ばなかった。パンチングはクロスの対象っしょ。久保、アフリカ勢のディフェンダーに当たり負けしないから強くなった。そうだよね、サッカーって大量得点がほとんどないから、いやわかるわかる、ヒリヒリする。この 1-0 の戦いがヒリヒリする。菅原くんはこのキリンで大きく株上げましたね。確かに菅原今日良きだよね。これでこれで決めてたら、しっかりと枠に飛ばしていたらまたね株が上がったですけど、2人変わりますね。浅野と町田、本当だ本当だ、天才浅野と町田だった。旗手と中山に変わって町田。菅原くんドイツからめっちゃいいよ。あーそっか、ドイツ戦も良かったね。確かに確かに、浅野がいない。律が用意していたところに浅野がいない。あれ待って、浅野は誰に変わった？え、町田左サイドバックで起用なんだ。騎手浅野、あ、旗手に代わって浅野ですね。ありがとうございます、助かります。旗手に代わって浅野、ガチャガチャ浅野だ。浅野、わあ浅野前回めちゃめちゃ良かったからね。今日も浅野、ちなみにチュニジアも3人変わりました。あれあれ、3人変わりました。誰が誰に変わったか分かる方いらっしゃいますか。チュニジアの UR 出る、チュニジアの変更。UR 出るって誰ですか。おーっと浅野、あ、これは浅野には収まらない。浅野は何、どこに入ったんだ。左サイドにそのまま入った感じだね、浅野。チュニジアの変わった選手分かる方いらっしゃいましたら教えてほしい。菅原から浅野へのボール。町田が鹿島で左サイドバック起用された時はなぜか裏町道仕掛けたりノリノリだった。へえ、あ、そうなんだ。ヘディングだったりも、そうなんだ。じゃあ町田左サイドバックは結構ありなんだね。浅野なら決められるかも。確かに確かに、浅野は自分で決めてくれるかも。さあこれはチュニジアボール。チュニジアの方もあの選手交代出てきてくれるかもしれないので、カメラ準備をしておきます。伊藤スタミナどうなってんの。本当だよね、確かに。確かに伊藤はスタミナ切れというものがないんだろうか。それを言うと久保くんもありませんよね。
久保くんは東京にいた時からスタミナモンスターだった。さあここはチュニジア最終ラインでボールを回していきます。そこに詰めていく浅野。あんまりありではないけど、みんな期待してないから開き直ってたと思うわら。ああ町田町田の話か。そうなんだ。さあここの位置で3人がかりで取りに行く日本、しかしながらファールでチュニジアボールです。ありがとう、ありがとう。ハダディ、ハダディをラフィア。チュニジアは VC から DF へ、 ABC から DEF へ。ハダディからラフィア、番号わかんないよね。ラフィア、おーっと狙った。これは上だ、上だ。あー取られた、惜しい。ハダリからラフィア、スヒリからムサクニ変わっても全然わかんないや。ムサクニ、あのマンチェスターの選手は出てこないのかな。結局身長190のサイドバック、冷静に考えてみたら相手にとって右は蓋を置かれたもんかも。ムサクニ、ジェバリ変わっちゃったんだ、残念。10位に、ラフィア7、ムサクニ19、10位にです。10位に、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。10位にが19、天才、助かる。チャット欄が英知すぎて助かる。ムサクニが7、変が大変わら、そうそうそう大変。7、ラフィアが6、その間、あ、ちょっと、クマくん、クマくんいった、バー、惜しい。その間にあの試合がおろそかになるのがね、このね変換の欠点なんですよ。うわめっちゃいいところ、クマくん惜しい。クマくん自分でこれさ、久保くんのシュート何なんかさ、あの 0.23 ぐらいタイミング違くなかった？もうちょっとさ溜めて打つような、振りが早い。そう振りが早いちょっとさ、あのシュートのタイミングが思ってたのと違ってびっくりした。さあまた久保くん、久保くん抜け出す、抜け出して、あーっと伊藤純也、キョーこう決めたー。これもゴラッソ。もう伊藤純也は触るだけだった。うわーすごい、これはすごかったね。これは久保くんがゴラッソだったじゃない、これは久保くん MOM では。いやー伊藤純也もう あとは触るだけでしょこれこれ、この久保くんね、この久保くん引っ張られながらも強い。そしてちゃんと伊藤純也を見ている。そう、上田綺世とあと浅野が、もう久保くんのことはもう追加点入った、もう久保くんのことナイスナイスナイス、これはすごい。そう、浅野と上田がさディフェンスを引きつけるところで、ファーサイド伊藤が走り込んできたところ、フリーになって久保くん、あとは当てるだけでいいやでっていうボールを、優しいボールを出すっていう、なんだこれ、ゴラッソにも程があるわ。おしゃれおしゃれ、何このおしゃれなおしゃれな手、あっとこれめちゃめちゃ引っ張られましたね伊藤純也。久保キユンスギョイハート、加藤さんこんにちは、来てくれてありがとう。2点入ってたよ。あこれはもうたまらず伊藤引っ掛ける。あこすごいプレス、すっごいプレスだったよね。久保くんがエースです。10番譲ってください10番譲ってください久保くんがエースです。久保くんに10番をください。やば、あ谷口が変わる。さあまた今度は日本フリーキックです。久保くん蹴りますね。じゅんちゃんさらにギア入った、じゅんちゃんギア入ったね今のじゅんちゃん完全にギア入ったね。ちょっとこの時間になってささらなるギアが入るってどういうこと。さあ久保くんのフリーキックはディフェンダーに当たって弾かれる。ねえ久保と伊藤の共存はえぐいね。いや久保くんトップ下アリよりのアリじゃない。呪われるからダメそうか10番呪われるからね。さあまた左サイドから浅
浅野はクロス上げられず。そう、また久保くん、久保くんまた一人で持ち込む。さあ今度は浅野浅野キュービケ。いやーこれはちょっとおしゃれすぎるんじゃない。今の10番は律選手でしたっけ。そうだね、今の10番は律です。川崎戦お願いします。川崎さんお願いします。サンビさんこんばんは、来てくれてありがとうね。ちょっとこの時間になって久保無双になってきたんだが、またまたこれです、久保くんですよまたもまたも久保くんですよ。久保様、日本の成長がやばすぎる。遠くない未来ワールドカップ優勝を見れるかもしれない。ねえちょっとそんなのも期待しちゃうね。伊東純也、ここで IJ 下がりますね。誰が、南野が入る。そうすると久保くんが右に来て南野中央かな、こんな感じ。イケメン谷口明里取り来ましたよ。谷口誰に変わります。あ、そういえば東京歴代ユニフォームの動画はブログの代わりに作ってくれたのでしょうか。そうありがとうございます。あの東京 FC 東京歴代ユニフォームショートも上がっているのでみんなぜひ見てね。板倉に代わって谷口やりたい放題やっちゃえ板倉ありがとう、助かる。さあ久保くんですね。久保くんがやっぱ右に流れたね。まずベスト8、確かにベスト8よ、ほんとよ。南野から久保、俺たちの滝。さあ滝も今日は結果を出してほしい。よし、南野から奥抜き選手クロス、上田惜しい、バー、上田のシュートはバー、すごい強烈なシュート、惜しい。奥抜き選手、奥抜きどうかな、きっとさ練習に参加できてなさそうだよね。これは強烈、綾瀬。やっぱりここ5年余りは川崎が引っ張ってきたんだなと思わせられる。本当だよね、いやもう川崎無双の時代は伊達じゃなかったなと思うよね。アルビオさんこんばんは、来てくれてありがとう。今日は日本代表対チュニジア代表キリンカップの試合を同時視聴しています。浅野に通るか、通るか、浅野。そして折り返し、南野には通らない。南野が言いにくい滝でいいか。そう、攻めまくりだよ。今日の相手は大丈夫だと思いますが、久保くん調子いいから怪我には気をつけて。広告のところにリッチャンの宣伝できないだろうかと思う。広告のところにリッツの宣伝、リッツの宣伝、広告出せばできる。変わりま、チュニジア変わりますね。18番の選手、15番に変わって18番、ルタイエフ、ルタイエフ、左足でニアハイ狙うってまず、ルタイエフ、左足でニアハイ、確かに確かに、左足でニアハイとかってさ、えぐいよね。アウトで狙ったってこと、やべえ。さあ日本ボールでリスタートです。モナオー、ボナオーも言いにくいんだよな。怪我はダメダメ、そう本当に怪我はダメダメ。ここでさ、ここからさ2点取られたチュニジアがなんとか返そうとして、でもさ疲れちゃって、であプレーが荒くなって削られたり引っ張られたりするのが一番嫌だよね。あと残り15分、今どうせ60近かったよ。そうなんだ、ありがたいですね。本当に最近サッカー、今日足元微妙ね、サッカーをね一緒に見てくれる人が最近すごく増えて本当にありがたいです。こちらのチャンネルではあのサッカーそんな解説したりなんだりするというような技量がないのでみんなでワイワイ楽しくあのチャット欄も交えながら見ていこうっていうのが趣旨でございます。さあ取った、ナイス。あー、これはどっちだ、
南野のファール。まあでもこれはこれはいいあのプレスだよね、南野。さあ取った、ナイス。浅野取って一旦戻す。楽しませてもらってます、嬉しい。代表強くなって見てくれる人増えた。確かにそうだよね。やっぱりさ、あの代表戦強いチームだと見たくなるよね。さあここで10人で5000登録者、南野。テレビでサッカーは見てないけど、リツさんの実況と、そうなの、面白いキーサエベレサエベレス。それすごくない？サッカー見てないのに、見てないのにこちらのチャンネルだけ見てくれてるってめちゃめちゃすごいね、ありがたい。テレビの実況よりリツさんの解説の方が楽しい、本当に。それは嬉しい。あのちょいちょい FC 東京ネタを挟む解説ね。管理中にポニコだ。みんなだんだんと FC 東京に詳しくなる。そのうちみんなが FC 東京サポーターになればいいと思っている。高間さんこんにちは、来てくれてありがとう。今日はですね、キリンチャレンジカップ日本代表対チュニジア代表の試合を同時視聴しています。そんな下心が、そう、そんな下心があるんやで。途中に FC 東京が差し挟まれるのである。そうなんやで、みんなもさ、なんなら結構 FC 東京に詳しくなってきたでしょ。せっかくだし J3 まで波及させたいですね。 J3 まで波及か、そっか。あのさ J3 に波及する前に、ね、あれ海外サッカーにを見たいなと思ってまして、なんかさ、久保くんがシティに行きそうじゃない？だからこれをなんか機にまたシティファンになってみようかなと思って。清水岩田藤枝頑張れ V サイン。がクラシコ仲間ですから、確かにクラシコ仲間ですから。悪い自分にはバルサが。バルササポだったか。今の日本のファウル、そう、率もバルサ好きなんですけれども、サッカールールわかんないみんやから見てもわかんないやっぱり。そういうことなんだ。でもこうやってリツの実況を聞いているうちにサッカーが見たくなるかもしれない。さあここでチュニジアのフリーキックです。ちょっと遠いサイドに中央に入れてきたが、これはクリア。ナイス。面白い。そう、今プレミア面白いというよね。さあまたもう一度チュニジア中央に放り込んでくる。これはまたクリア。フィジカルで活かせないスタイル。さあチュニジア左サイドから、そう、わかんないよね。プレミアはサッカー、今のさ日本ボールかと思ったらチュニジアのフリーキックで、わあ、ちょっとこれは日本チャンス、日本チャンス。左サイド、久保くんが切れ込んでいた。惜しい、これは惜しい。ファーサイド走り込んできた。そういう南野には届かない。惜しい。対戦させたいね。プレミアはサッカーじゃなくて格闘技もあるんだ。まあ、バルサと東京のユニフォーム同士で対戦させたいね。そうだね、バルサはスペインの東京みたいなもんだから。間違いない。間違いない。そうだね、バルサはチュニジアの東京みたいなものだからね。見分けづらすぎるわわら。そうリッツさん、まだ東京のサポーターになった時になる前にバルサ好きだったんだけど、その時にバルサのユニフォームは持って出て、東京のユニフォームは持ってないっていう時代があったんだけど、その時代は実はバルサのユニフォームを着ながら東京のスタジアムに行ってました。さあファーサイド、南野までは通らない。惜しい。プレミアはモルツ。ああ、プレミア。さあ中央から走り込んでいくチュニジア。しかしこれは谷口がカットする。ナイス。谷口ナイスだったよね。今ちょっと硬いな。滝ちょっと硬い。いや、これだけさ、みんながいい結果出しちゃってるからね。黄色か白い背番号で見分けてくださいって言ってましたね。わら、それはさ、硬くもなるよね。さあここで遠藤も今日フルで使うのかな。遠藤と富安フルで使うのかな。海外で東京のユニ着ていたらバルサと言われたことがあります。東京のスタイルは海外で東京の家に来てたらバルサと言われたことが、ああそれは言われそうな気がする。そう、東京とバルサの違いは黄色があるかどうか。そう黄色か白かで、そう、東京かバルサかがの差分がわかる。
東京のスタイルはバルサよりレアルの方がまだ近い気がする。あー確かにそうなんだよね。でもなんかバルサのサッカーにしたいみたいな気持ちは最近あるよね。ポゼッションでパスサッカーでつなぎたいって、なんかポポとかポポビッチ監督あたりの時代はさ、そんな感じにしそうだったけど、まあ東京には無理だったよね。ね、確かにレアルだよね。滝本当になんとかしたいっちゃうので気持ち先走ってる。モフサンパスサッカーですしね。ねえ、そう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 、モフモフ体制になってまたパスサッカー目指し始めてるよね。リバプール戻ってもベンチだからフルオッケー。あ、遠藤てててクボ様オツです。あー、クボくんオツです。クボくんに代わって橋岡ですね。最近はそうでもないです。橋岡もでも用意してなかった。久保くんオツです。最高であった久保くん。久保オツ、久保オツだった。久保オツ、竹お疲れね。え、竹オツ、竹オツ、橋岡どうするんだ。菅原を前に出すって言ってるね。27番、橋岡がサイドバックで菅原を前に出す、こういうこと。竹おつ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 、ほんとおつおつ、まあ、よかったわ。ねえ、めちゃめちゃよかったわ。目立ちましたね。目立ちましたね。徳後君助監督に完全に目立ちましたね。菅原一枚前でしたね。これで合ってますか。朝のガチャいいの出ないな。朝のガチャ朝のガチャ確かに朝のガチャ。さあ菅原、これは遠藤ですね。遠藤中央に切れ込んでいて、久保はフィニッシャーとしても強いし逆になんなら苦手なんだろう。橋岡さあ一旦菅原に戻して、で谷口、まあ、また全然違うチームなんだね。お、遠藤から南野、あ、これはこれはゴールライン割ったか。浅野はガチャガチャだ。年が戻っても期待大。ねえ、久保くん楽しみだよね。まあ、ソシエダとしてもさ、ちょっと疲れさせないでくれるかなってなってるんじゃない。菅原一枚前、これで合ってます。久保はジャガーポーズってガチャガチャ回してのフィニッシャーとしても強いし逆になんなら苦手なんだろう。久保くん何が苦手なんだろう。親善試合なので朝のガチャ設定はからめです確かに。お、ここで、あー、また菅原今度は抑えきれなかった。朝のガチャ設定はねちょっとからめで言ってますね。今日はガチャで SSR 出ないかもしれない。まあ、ドイツ戦で SSR 出ちゃったからね、朝のガチャ。あー、またしばらく出ないんじゃない。小宇宙。朝の幽霊ガチャなのか。小宇宙であった。ここぞという時に結果しか残さない男。間違いない。だからここぞじゃないんだよ、今日は。今日はもう2点取ってるから、ここぞではない。松井のコメント、朝の有料ガチャ、そうそうそう有料ガチャだった。お、取った取った、ナイスエンド。これだよね、エンド渡るさ、折り返し、あー折り返しはディフェンダー弾く。あー、そしてこぼれ球も日本橋岡がこの位置で取ります。いや、森田と遠藤のさ中盤が半端ないね。こないだ天井したからな朝のガチャ。確かにこないだはもうね相当天井だったよね。あの貫突してると思う。こないだの朝のガチャは本当に SSR 天井だったと思う。なのでまたしばらく出ないよ。さあチュニジア、おっと痛そう。これは冨安が上から行ってしまった。松井のコメント受ける、なんて言ってた。竹久保はヘッドの競り合いが苦手。あー、なるほど、身長
慎重的な意味で。さあここでチュニジアにフリーキックです。遠い位置から右サイド。あ、もう後半40分になってるんだ。早っ。おー、これはヘッドでクリア。ナイス。谷口、なんかこういうのは谷口強いよね。やっぱりこのライブしてるのに朗読ラジオも同時に流せるんですね。そうそうそう、同時に流せる。おっと、日本取った。遠藤から上田。あー、これは取られる。勝ったな、スマイル。勝ったな。ちょっとちょっと、まだ2点差はね、言うて危険ですからね。最後の最後まで気は抜けねえんだ。さあチュニジアボールです。中央に出して、まあでもあの日本のブロック硬いですよ。今日は義務失点ないか。義務失点ないでしょう。なぜなら今日は冨安と遠藤が最後までいるから。なんかさ、今日は失点させないためのさ、さすがにここから逆転はないですよ、スマイル。失点しないという固い意志を感じるよね、この采配から。さあまたチュニジアボールですが、遠藤が取る。これ遠藤潰されるけどファールはない。東京ではないので、ここからの2失点はない。確かに東京ではなかった。あ、ちょっとね、東京と たまに東京と勘違いしちゃうところがあるからね。登録者5000人祭り楽しみだ。テレテレスパーク、富安防衛大臣、間違いないです。あ、痛そう。え、勝ったの。ガハハ、森田が痛そう。チュニジアはここ最近の相手で一番良かった。そうだね、確かに守りが固いからさ。でもさ、確かにそのチュニジアから、その固い守りから、あの取った2得点がどちらも良かったよね。という意味でも、ここ最近の試合の中で一番良かったと言えるよね。え、勝ったのか。まだです、まだです。まだです。落ち着いてほしい。さあチュニジアボールのフリーキックです。遠いサイド、右サイドから。これはサインプレーできた。ふわりと浮かせたボール。え、めっちゃオフサイドポジションだったな。あれがさ、前の人たちに渡ったとしてもさ、どうオフサイドだったんじゃない今。攻めつつ鍵をかけてほしい。確かに。ここで、そうだよね。価値がある。ここでさ、この時間帯、日本は守っていくのか、何、まだ攻める姿勢を見せるのか、時間を使うのかっていうさ、この 2-0 で勝っている時のここからの時間の使い方もさ、すごく気になる。どうする日本。今日のは得点はおしゃれだった。2点ともおしゃれだった。やばいよ、本当にね。あのチケット3枚分ずつの得点だった。今日さ、ノエビアスタジアムに行ってる人たちは本当に羨ましい。さあ取れるか。取った。朝野行ってこい。確かにそんな感じ。朝野取って走り出した。そうだね、ブロックして朝野行ってこい大作戦。そうだね、菅原、橋岡入れたあたりから守りを固めてきた感じあるもんね。羨ましいね。ねえ、羨ましいよね、これを生で見れるなんてさ。おお、ナイス。森田から遠いサイド、浅野。おっと、上田か。これは上田には合わない。上田には2人ついてた。そしてあの後ろに菅原もいたけど、そこまでは。よし、菅原最後いけ、最後いけ。南野、あー惜しい。南野は枠を捉えられず、惜しい。ふう富谷、そう そうそうそう、冨安の安心感。それ南野で。ちょっと今日一のパワーワード出たんだけど。南野は南野でした。滝枠に飛ばしてほしかった。ここで抑えて枠を狙ってほしかった。南野後半のアディショナルタイム何分だ。まあでもここであのドン引かないでちゃんと攻めるときには攻め切るっていうのがとても良き。滝の得意な南野。ああ、ちょっとザイオン。これはこう
が出ちゃったよ今。危なかった。さあここでまた日本が仕掛けていく。わっシュート、キーパーキャッチ。これは義務失点だったよね。ちょっとさ、まさか遠藤と冨安がいながら最後にあのザイオンが義務失点、義務感に駆られて義務失点を献上しようとするとは思わなかった。臭すぎるよね。なぜさ、なぜ遠藤と冨安をあの下げなかったと思っているんだと。ね、見せ場作った。アディショナルタイム4分です。今日の朝のガチャ排出結果はノーマル。ノーマル。確かに。朝のガチャ結果はノーマルでした。SSR は出なかった。いや、本当だよね。またこの位置からのフリーキックです。チュニジア。ちなみに最後カバーしたのは多分谷口。わあ、谷口のおかげでなんとか。ここで笑いを作るとはやるなら。本当だよね。さあチュニジア、いい位置でのフリーキックです。さあファーサイド、そのままゴールラインを割って日本のゴールキック。最後にやってくれたなザイオン。さあ47分を過ぎましたので、結局チュニジアのシュートはあったのかしら。残り時間が1分ちょっとというところですね。結局チュニジアのシュート1本なかったっけ。ザイオンがさ、ゼロなんだ。あれザイオンパンチングしたやつなかったっけ一回。あーでもあれはクロス上がったやつをパンチングしただけか。おーシュートを打たせなかった。それクロスだったか。そうだね、コーナーキックをキャッチしたやつとクロスをパンチングしたやつと、あとはあの一人で持ち込んでシュートまで行こうとしたところで飛び出してパンチングしたやつか。おお、これでシュートは打たせたくない。シュートゼロで割ろう。チュニジア、ペナルティーエリア内に入ってきて、ここ2人がかりでマークに行きます、日本。おお、菅原。ナイス、いい守備ですね。おっと、危なチュニジア1本目のシュート、ヘディングはもう完全に。あーぎゃっかり。あーこれは危なかった。失点の光景が。あー打たせちゃった。ねえ打たせちゃった。シュート打たれた。シュートの数に対して入ってる数が今日は少ないのかな。ポスト選手に なんとか、あの幅でもらいましたが、危なかった。完全に義務失点。こう義務失点が来たかと思ったところで、ここで試合終了です。勝った。勝った。まゆさんこんにちは、来てくれてありがとう。わあ、危なかった。勝った。まあ。ポストもあったし。確かに。確かに綾瀬のポストもあったし。拍手。勝った。いや今のはもう完全に崩されたよね。完全に終わった。今のは少し危なかった。ぎゃっかりでもかわせて何より、本当だった。いやなんとか日本クリーンシートで今日も楽しかった。終われました。こちらこそです。一緒に見てくれてありがとうございました。史上最強だよね、間違いない。ちょっとこれはさ、これはあの勝った言っていいんじゃないでしょうか。我が軍は最強ではないか。乾杯。勝ちました。いや楽しかったね。みんな一緒に見てくれてありがとうございました。本当強い。試合も制したしさ、何よりさ2得点がどっちも良かったよね。今日は今後につながるいい試合でした。ねえ、確かに今後につながる。それ言っていいの。東京眠らない街。これちなみにあの FC 東京が勝った時に歌う
ちゃんとでございます。下も良かったね。ああ確かに。圧倒的ではない川が。久保くんのトップ下良かったね。あそうそうそう、それを言ってもいいのではないだろうか。圧倒的ではないか。我が君は。ここはアジストだったか。そう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 。アリツのさ。小一さんマジ最強。これ実はアジスタ。本日の朝の南のガチャはノーマルです。列の背景は実はアジスタです。これもちゃんとねノエスタにするぐらいね。やっとけばよかった。忘れてた。けど今は小一さんマジ最強ですよ。本日の朝の南のガチャはノーマルでした。南の決めてほしかったね。昔のサッカーは未来につながればいいやと思ったけど、今は見てて期待感がやばい。本当だよ。本当にやばい。森安さん、竹久保の起用法が決まりつつあるかも。久保くんのトップ下よかったね。久保、伊藤、そしてさ、今度三笘が来た時にさ、伊藤、久保、三笘の3人で見たいよね。まあ、でも旗手も良かったですね。これはちょっと贅沢な悩みではないですか。いやマジ旗手のサイドチェンジはさ、チケット1枚分であったし、久保伊藤のラインはたまらんです。たまらんかった。まあ、でもあの得点シーンのさ、森田、久保、旗手、古橋、これ最高だった。結果で黙らすポイチ。そうそうそう。もうデスノートなんて言わせないからな。お前ら俺のメモ帳デスノートなんて呼ばせないからな。ってなってる。6連勝おめでとう。すごいよね。6連勝だよ。しげみさん来てくれてありがとう。あこうやってさ、あの。久保くんのマリノスのユニフォーム15番買っておけばよかった。訴えるような顔。ああ、いつも久保くんの。久保くんの東京ユニフォーム買っとけばよかった。ぐっすり寝れそうです。3年長すぎ。確かに3年が長い。確かに。森安さんの中で左サイドは三笘ケイト、三笘ケイト左だと3番手かな。あーそうだね。旗手3番手かな。そうだね。三笘ケイト旗手。いや旗手良かったからまたこれからも見たいなと思うけど、そしてボランチはでもやっぱ森田と遠藤。10月19日木曜日18時スイカゲーム。森田と遠藤だよね。深夜雑談。10月21日土曜日13時半サッカードーム。ありがとうございます。あのリッツの今後の配信の予定を配信予定をあの流してくださってありがとうございます。ご飯も食べたけど町田のシャツ買いたかったけど、ね、買って晩ご飯も美味しい。そうだよ。町田のシャツ買いたかったけど無名で販売されてなかったんだ。ね、森田良かった。森田めちゃ良かった今日は。スイカゲームやってんのか。森田がさ中盤全部抑えてたよね今日。ワールドカップ森田と遠藤が。もうそれでなんやはり中盤を制する者がゲームを制するって。イニシエの竹取物語も書いてあったよ。そういえばおめでとうございます。日本おめでとうございます。そうそうそう、スイカゲームやってるの。あさってスイカゲームやります。旗手は本来トップ下、どこなんだろう。あの川崎の川崎サポの皆様、旗手はどこが一番生きるんですか。もうワールドカップ優勝狙える位置だよ。本当だよ。明日からワールドカップ開催してほしいね。日本6連勝ですよ。おねぎりちゃん一緒見たかったよね。そうだよね。またでもさすぐに代表戦ありますので、11月にも代表戦ありますので、それもみんなで見たいと思います。あそういうことで今日もあの21時を過ぎてしまいましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。今後の予定は、あさってスイカゲーム配信に目が離せない。あさって18時からスイカゲーム、そして金曜日はちょっとメンバー限定にしようかなと考えています。で土曜日が FC 東京横浜 FC 戦を1時半から放送します。そしてあの日曜日がロアッソ熊本対町田ちょっとまた熊本を追っていこうと思いまして、熊本対町田を12時半から配信しようと思っています。
ということで、また同時視聴も、またそうじゃないものも来てくれると嬉しいです。午後ですね、またロアッソやってくれるんですか。ロアッソやるやる、そうそうそう、 J2 もさ見たいなと思って、なんかロアッソのサポーターさんもいっぱい登録してくれたからさ、これでこれであの天皇杯終わったんでロアッソさようならって言ってたらさ、悲しすぎるでしょ。なのであのまたロアッソの試合見たいと思いますので、一緒に見てくれたら嬉しいです。久保選手これからもより有名になり、より日本代表の重要選手になっていく気がします。久保くんさ、久保くんさ、ちょっとさバロンドール取らないかなって思ってるんだけど、10月20日金曜日23時深夜雑談面限り癖ありだし、そう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 、ちなみに町田は昇格と優勝がかかってます。面言にしようかなと、まだねどっちにしようか迷ってるんだけど、多分面言にしようかなと思ってる。スタイル町田は昇格と優勝がかかってます。あ、そうなんだ、ありがとうございました。それは町田の昇格と優勝を見てしまうのか、熊本が勝つのかという、そういう試合だね。釣った餌に魚に餌を与えないスタイル。ということでお名前呼んで終わりにしていきます。テレテレスパークハート、グレンフィーさん、カズマリノスさん、ユウスケさん、 TA さん、ヨウさん、ヤッさん、ダーマスさん、マユさん、お釣り中様でした、太陽に会いたいヨウさん、リブフラウミルヒさん、ヤッさん、エビザクラさん、ギャプーさん、ピオちゃん、フォックスさん、ハルさん、ルパングさん、マサさん、チューキンさん、ミモラさん、1032さん、バモス東京さん、おつおつおつ、ピッピッピ、サメロックさん、ユウマさん、ヨウさん、シゲフミさん、なんか3回ぐらい読んでる人いそうな気がするけど、きなこ揚げパン定食さん、ピッ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 ピーと、みんな読んだ、みんな読んだかな。加藤さん、まゆうさん、来てくれてありがとうございました。ではでは、お釣り中、何回読んでもええんです。お釣り中、バイバイ、ありがとう、告知助かる。10月20日金曜日23時深夜雑談、これを読み上げちゃんに読んでもらおう。土曜日13時半サッカー同時視聴、10月22日日曜日12時半サッカー同時視聴、高評価ポポポ、おつ、札束ペチペチさん札束ペチペチは1回しかやってねえのよそれをあの熱のさ何属性にしないでほしいのよ。ということで、おつりちバイバーイ。